こんにちは、ライムです。はい、ということで今回は生放送、皆さん見ましたかね。で、今回の生放送で新情報が、いくつか公開されたんですけど、その中でも近日実装、5月の31日月末ですね、実装の新しいガチャシリーズイベントがやってくるので、その近日実装ウェディングシリーズのね、3キャラの性能解説ということでやっていきたいなと思います。まだね、一応公式では情報等がアップされていない、公式生放送だけのね、最新の先行情報ということだったんですが、一応スクショを持ってきたので、こちらを見ながらちょっとお話ししていきたいなと思います。で、今回ね、6月が、そのウェディングシーズンというか、ジューンブライドっていうね、こともありますので、大抵のゲームだとこういう花嫁衣装のね、キャラが実装されてたりするんだけど、その中でも今回、ミカサと、クリスタとペトラということになっております。で、全員今回、紫背景キャラ、ということになってますね。なかなか金背景のキャラ出ないけど、でも最近だとね、集会とか、特攻がね、結構重要になってきたっていうところもあって、紫背景のキャラが重宝されてる感じがあるんで、これはこれでいいのかなと。無背景よりはね、紫背景キャラの方が、扱いやすいということなので、いいとは思うんですが、はい。ということで、今回全員紫で、全員キャラが2人、で、それから後衛キャラが1人と、いう構成になっているので、まず全員キャラのね、ミカサからちょっと性能見ていこうかなと思います。はい、まずミカサについてですが、全員キャラで回復型っていうことになってます。で、これが一応緑特攻ということですね。で、回復キャラというところで、やっぱりね、もうすでにいろいろ回復キャラ出てるし、今現状の最強で言うとね、やっぱり蘇生できるあのアルミンだと思うんですよ。生放送でも散々ソセミンとか言われてたけど、そう、結構やっぱ唯一無二のね、性能になっちゃってるから、回復薬入れるんだったらね、もう基本ソセミン優先みたいなところになってくると思うので、その上で回復キャラを、どういったキャラをこう採用するかって結構重要かなと思うんですけど、一応上から見ていくとですね、まずスキル1、待機時間50秒となっておりますが、味方全体対象とする HP 回復スキルということで、回復値の 50% 分回復、控えに対しては 25% 回復、20秒の間防御を 1.3 倍にするということで、ヒーラーだね、ヒーラーらしいというか、 HP 回復させつつ防御力アップもできるので、結構固めな感じの、守るタイプのヒーラーということだね。で、それが2つ目のスキルが、ブーケトス、待機時間45秒、味方単体の HP 回復スキル、回復値の 80% だね、単体の代わりに 80% 結構高めで、控えに対しても同じ値だけ回復できるので、1人だけダメージをね、ひどいダメージを受けた場合には、こういったものを使うことによって、ほぼ全開までいってくれるんじゃないかなというところで、使い勝手はいいと思う。ちょっと待機時間長めだけどね、ちょっとその代わりに待機時間長めっていうところがあったりするんで。で、三つ目が、この今回のミカサの、ポイントになってくるのかな。ここをどう評価するかっていうところだよね。敵全体を対象とする斬撃攻撃スキルで、待機時間20秒。かなり短め。で、攻撃 600% のダメージ、確定追加ダメージプラス9000。自分単体を対象とする回復強化スキル、30秒の間回復 1.3 倍。ということで、全体攻撃かつ、待機時間が短めっていうところが、評価ポイントとしてはかなり、高いんじゃないかなというところなんですけど、全体攻撃1個だけで、他の攻撃が回復なのでね、攻撃ができないっていうところを考えると、周回キャラとしてはどうなのっていうところ、いい点悪い点ある感じはするよね。やっぱり、短いからね、待機時間短いから、このね、20秒で何発も撃てるじゃんっていうメリットは当然あるんだけど、他の攻撃がね、攻撃スキルじゃないのでダメージ与えるものではないので、そう、完全のただの周回ってなると、結局全体攻撃を含めた、その他にもね、攻撃スキル3つ並んだキャラ等を使った方が周回効率としてやっぱり上になるんじゃないかなというところ。あと、単純に回復キャラっていうところなんで、普通のね、攻撃キャラとかと比べると、若干攻撃力が低めっていうところは出てきてしまうと。もちろんこれが、緑特攻なのでね、特攻っていうところを考えれば、この属性において、考えていけば、ミカサは十分入っていく余地はあるんじゃないかなというところ
ですよね、うん、だから使い分けだよね。みんながみんなね、あの全ての、キャラを持ってるっていうわけでは当然ないと思うので、そういった中でまだその全体攻撃全属性に3体ずつとかっていうわけには当然いってない状況環境ではありますので、まあミカサは十分でも、そういったことを考えればね、この緑特攻の、周回パーティーには入ってくるんじゃないかなというところですね。はい。で、回復自体も、あの、決してね、あの、ソセミンと比べると、そのね、もちろん蘇生とかそういったことはできないけど、回復キャラとしては十分な性能持ってるからね、全体回復、で、さらに防御アップ付きの全体回復で、あと単体回復も、まあ、80% までいくということを考えれば、一応使い勝手は全然いいんじゃないかなというところですね。他のスキル、要は回復スキルが、溜まる前にこの下のね攻撃スキル2回打てることを考えれば、まあ、割と強めなんじゃないかなという感じします。で、支援スキルについても回復値が上がるということで、まあ、回復に特化しつつも全体攻撃、短めの全体攻撃が打てるよっていうところ、まあ、まあ比べるところで言うと多分金背景のクリスタとかね、初期の金背景のクリスタあたりになってくると思うんだけど、クリスタが単体攻撃だからね、あれね、まあ待機時間すごい短いけどね、クリスタの場合だとね、もっと短いから、まあそこら辺だよね。うん、まあ決してクリスタ自体も火力が高めとは言えないんだけどね、まあこっちは全体攻撃ということで、どちらかというとおそらく、まあミカサの方が強いんじゃないかなっていう気はする。まあステータスだったりとかそういったところはもちろん変わってくるけどね。はい。まあここまでがとりあえずミカサの話で、次がクリスタですよね。こっちは紫背景の前衛のクリスタで、しかもこれ攻撃型なんだよね。そう、攻撃型っていうところが、まあこの格好でクリスタで攻撃型ってすごい違和感感じるんだけど、すごいですよ。で、属性がなんと PVP 特攻というところなんだよね。なんで、まあ周回云々っていうところでね、他のキャラには、まあ、負けるところは出てくるかもしれないんだけど、スキルもすごい強いんだよね、これ。びっくりするぐらい強くて、まず、1つ目で、待機時間50秒敵単体の斬撃攻撃スキル、攻撃の 1000% のダメージを与える、確定追加ダメージプラス25000で、これ状態異常追撃ということで、対象が回復阻害状態なら代わりに 2000% のダメージを与えるっていうね、まあ、2倍のダメージだよね。えげつないよね。で、この回復阻害クリスタ持ってなかったら意味ないよねってみんな思うと思うんだけど、実はこの2つ目のやつだね。2つ目で敵全体の斬撃攻撃スキル、待機時間45秒で確定追加ダメージプラス6000でしょ。で、状態異常付与で回復阻害レベル5ついてんだよね自分で完結できちゃうっていうね。これあんまり意外といないんだよね。なんか他のキャラでさ、あの暗闇の効果の時ならダメージがね上がるとか、まあ支援スキル、特殊な支援スキルが発動するみたいなさタイプいるけど、クリスタの場合だと自分でできちゃうからめちゃめちゃ強い。先にね、こっちの回復阻害の、スキル2を打ってからスキル1を使ってあげると火力が一気に2倍になるわけですから、まあ、めちゃめちゃ強いよね。で、3つ目に関しては、ちょっと待機時間長めなんだけど、35秒。で、敵単体の斬撃攻撃スキルで、攻撃の 500% のダメージ、確定追加ダメージプラス9000で、状態異常付与、気絶レベル6がくっついてくるっていうね、強すぎじゃないめちゃめちゃ強いよね。で、支援スキルも攻撃アップなんだよね。これはもう、なんていうか、今までのクリスタのイメージを覆すような、ね、圧倒的攻撃性能になってるんで、めちゃめちゃ強いと思う。ただね、まあ、もちろん周回でもその使えるとは思うんですよ。まあ、特攻キャラとかね、特攻パーティーとか特攻編成組める人だったらあんまりその優先度的にはね、下がってしまうかもしれませんが、汎用的なパーティーの方とか無課金編成の方であればこういったね、クリスタっていうのも全然入ってくると思うので、まあ、どちらかというともちろん PVPに向けた PVP ガチ勢に向けた性能にはなってることは間違いないんですけど、まあ全然ありだよね。うん、これはまたその属性も違うので、メイドアニか、紫背景のメイドアニともまた違った形になってくるんじゃないかなとは思いますね。はい。まあ、別キャラなので当然同じパーティーにも入れることができるし、まあ本当に超ガチガチでやってる人でもない限り、そのなんだろうな、本当に強い属性ごとに3人強いキャラ、強キャラをね、揃えて周回するってことはなかなか難しいと思うので、そういった中でこういったね、まあ PVP 特攻ではあるんだけど、
無課金の方でもね、全然周回キャラとして連れていけるような、キャラが増えていくのは全然いいんじゃん、いいことだよねっていう感じ。強いわこれは、マジで超強いと思うので、これはまあ PVP ガチ勢のみならず引いておいて損はないでしょうというキャラだね。ぶっ壊れレベルだと思う、普通にめちゃめちゃ強いね。はい、で3人目のキャラとして後衛キャラですが、今回ペトラですね。はい、支援型の後衛型キャラということになっております。で穂村耐性があるという形で、支援スキルが俊敏が上がって、でこれ今回のペトラなんですけど、唯一無二だね、現状後衛キャラとしては初めてダメージを与えるタイプの後衛キャラっていうことになってて、この効果内容、20秒間の間最大 HP の 6% のダメージを2秒間隔で与え続ける、一度に与えるダメージは12500を超えないということで、対象が敵全体で、これの発動条件が技巧スキルによる能力アップを2回成功ごとに発動させるということになっております。まあバフだよね、単純に言うとね、バフ、まあ自分に対しても味方に対してもこれは関係ないということでしょうね。とりあえずスキルを使ってバフがね、発動さえしてくれればこういった効果が発現すると、敵にやけどだね、これやけどダメージを与えることができるということなので、まあどちらかっていうとちゃんともちろんね、このペトラをねセットするキャラについては自分でバフを持ってるようなキャラじゃないと意味がないので、その辺は注意が必要ではあると思うんですけど、まあ全然選択肢としては全然ありだし、そのまあ単純になんだろうな、要は後衛キャラでも死にスキルになっちゃってるようなキャラも当然いたりすると思うので、そういった中で、まあちょっと火力足らないなと、例えばまあ支援型のキャラでね、自分のスキルであまり敵に与えるダメージが少ないっていうキャラにこういったものを装備させてあげるだけで、一応間接的にどんどんダメージを与えることができるということなので、まあいいんじゃないですかね、選択肢の一つとしては。はい、ということで、まあ3人ともねお話をしてきましたが、まとめ、新ガチャ引くべきかどうか、このガチャはまあ神ガチャだと思う。これは全部紫背景だし、まあ引いて損なしというか、当たったらまあミカサも強いし、クリスタルも強いし、って感じかな。ペトラもまあ当たれば使いどころはもちろん出てくるでしょうという感じがありますので、まあ引いて損なしだね。まあ一番の当たりは多分クリスタだと思うね。クリスタ、ミカサ、ペトラっていう順番になってくるとは思うんだけど、まあ何にしてもね、クリスタについては特に無課金とかね、あんまキャラ揃ってない方にとっては、周回キャラとしてどこにでも連れてけるようなキャラに、まあ、なってくると思うので、非常に特に PVP ガチ勢にとってはこれ引かずして何を引くんだっていうガチャになっているのでね、ぜひ引きましょうといったところで、今回動画はここまでで終わりたいと思います。参考になった、面白かったという方はぜひチャンネル登録、そしてメンバーシップ登録ともよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。